さんの恋愛免許証を発行しました。好きバスケ部、おほほ、うちがなんで黒バス好きって分かってるんですか。束縛しない人、まったり過ごす、連絡がつく人、嫌いゲーマー復縁、理屈っぽい男、おじさん、束縛する男、出不精、ゲーマーゲーマーおじさんダメらしいですえ、でもなんかわかるな。本当にね、申し訳ないんだけど、私さ、自分が将来付き合ったり結婚する人ね、ゲーマー嫌だなって思うことあるよいやでも同じ趣味持つのはすごくいいなとは思うけど、濃いゲーマーは嫌かな。濃すぎるのはちょっと嫌かな。それこそなんかストリーマーさんとかさ、なんかそのレベルまでだったらちょっと嫌だなって思うかもしれないゲーマーおじさん、ちょっとこれ大丈夫なの？配信に乗っけて大丈夫そう？可愛さと気さくさで男、おいおい、ねえ、なにこれ。男の星に愛情星4、余裕星5、余裕あるって西園。女の星4、純粋星4、モテの星4だって。認定された特性、愛され、キラキラ、顔に出る、天使の笑顔、豆、無邪気、家庭的、結婚向き、心を癒す、褒め上手、束縛される自然体。鳥で例えるとフラミンゴ。おう、西園フラミンゴなんだって。うんごじゃんうんごじゃん。天使の笑顔わかる。え、ほんと？あえ、でもさ、このサイトね、めっちゃ当たるって言ってたの。え、めっちゃ当たってるくない？え、わかんない、男ホイホイしてないと思うけどさ。え、どうなんだろう、私男ホイホイしてるのかな。無自覚男ホイホイとかしてる？お、いいねいいね。お、各種ポイント。西園ちぐささんがモテやすい理由は、単に可愛らしいからというだけではなく、とっつきやすい、またはいけそうな雰囲気を醸し出しているからです。なんだよいけそうって。好きがあることで男性から食いつかれやすいのですなんだよなんだよいけそうって。こいつちょろいなってこと？こいつすぐついてきそうだなってこと？嫌なんだけど。ねえ、なんだよいけそうって。すげえわかるってコメントすんじゃねえよ西園ちぐささんは男性にも可愛らしさを求めますし必ずしも男性に頼りたいとか甘えたいとか思っていないようです。いや、これに関しては多分ね、当たってると思う。うち可愛い男の子好き、二次元。もうめっちゃよだれ出そうになっちゃった。あの、二次元の話なんだけど、かっこいい男の子とか、めちゃくちゃ男らしい男の子よりも、可愛い子が好きなのよ。そうなんですよね、ショタとかね。なんで？なんで知ってんの？ちょっと待って、やばい。やばい。見透かされてる？もしかして。自覚しているかはわかりませんが、西園ちぐささんは、コミュ力のお化けです。おそらく友人知人にも多いと思われますし、恋愛においては、それは嫉妬や束縛の対象になりやすいのです。西園ちぐささんが普通に生きているだけで、相手をへこませやすいのです。そうなの？なんや、そんな、なんか、最悪なんやけど、彼氏と仲良くしてほしくない女の子ランキングナンバーワンやん、そんなん。嘘、うちってそういうタイプなん？え、マジ？生きてるだけで相手をへこませやすい。ねえ、なんでそんなこと言うの？ちょっと納得しちゃった。納得すんなよ。おじさんゲーマー嫌いってへこんだわ。なんで？へこまないでよ。へこまないでよ。なんか魔性の女みたいなさ。なんだよこれ。恋愛したことないんだが、私。おかしいな。いろいろと適当すぎると言われませんか？はい。はい。これ読めない？あ、魔性って言うんや、これ。あ、魔性じゃなくて魔性。ずっと魔性だと思ってた。魔性なの、これ。もうダメだ。もう頭の悪いところしかもうみんなに伝わらん。もうダメだ。資料の浅さであれこれそうもしそうではありますが、とりあえず明るいのが救いです。ガッハ。これなんかよくわかんないけどさ。多分ディスられてるよね、これ。ディスられてるけどさ、多分これ当たってるよね。西園さん、よくあっさいって言われるんですよ。そう。西園ちぐさ、あっさいってめっちゃ言われるんですよ。当たってるやん。
とか言っちゃった。とても思いやりがあって、あ、いいじゃない、やっと褒めてくれた。成熟した人間性だと思います。もう人格者ということですね。だからこそ男性らに子供っぽさを感じやすいでしょうし、思いやりのなさに傷ついたりがっかりする場面が多くなりそうです。褒められた。やっとやっと褒めてくれた。西園の思いやりあるもんね。成熟した人間性なんだもんね。恋愛総合力は星4つ、面会度は星3つ、相手にすぐ幻滅する度は星1つ。え、1つなんだ。性格の可愛さ星5つ。やった。頑固さ星2つ、相手を守る強さと優しさ星2つ。ほんほんほん。豆なコミュニケーション星4つ、嫉妬や束縛のシャレやすさ星4つ。以上です。皆さんいかがだったでしょうか。どうだった？面白くない？これ恋愛免許証って検索したら出てきますので、皆さんももしよかったらやってみて、結果をさ、チグサーチに貼っつけてよ。みんなのも見てみたい。みんなのも見してな。